チュバチュバチュバー、シュバがルーナにハイチューをアンスル、ね、ルーナ書いたやつです。これルーナちゃんが書いたやつ。やったんです、当たったです。いや当たったって引いたら誰でも使えるなんじゃん。何このスマロカード。確かにそうだ、何引いてもスマロになっちまう。ハイチューね、やっかー。スマルがハイチューを取りに行っています。ルーナタンはすごく笑顔、ね、ルーナちゃん笑顔満点、ニヤニヤが止まらないです。すごい、なんだろう、悪い夢を見ているような気が。大丈夫だよ、現実だ。キュンキュン。おい、ボタチョコ先生しろよ。やめて、ボタチョコ先生。現実キュン。あ、何味？え、コロネ。コロネ味違うでしょ、選ぶならルーナのこのスカイベリーじゃねえの。スカイベリーどこにある？ルーナの大空へ届け、ルーナの気持ちって書いてる。そうなの、大空、大空、大空かかってるみたいな。つまりそれ、ツイッターで見たときに、うん、あって思ったけど、まあ流すかってなった。拾ってやるよ。やれよ。おい、いやでもさ、スバルの家でスバルがルーナさんにさ、うん、アンするのがまたいいよね。いいね、ルーナさんの味を。お空へ届け、ルーナの気持ち。なんでこんなプリキュアの音もやめる。頑張るキュン、頑張るキュン。お空へ届け、ルーナの気持ち。やるキュン、やるキュン。まずボタンキュン一番ノリノリじゃん。もうチョコ店より元気ってどういうこと。楽しんでるこの状況を。すぼめるな口を、ルーナちゃん。あ、ベロだって。叩かれた。叩かれた。あ、ルーナさんがスバルの指を。指食ってねえよ。あーとか言わないの？言わない。なあ、するだから、あー言わないの。待って、ボタンちゃんってスバルの輪じゃないの？あれ？え、妖精的にはルーナちゃん。妖精的に。スバウの家にスバウ妖精としてはあれだよ。しかもスバウの家に妖精にいたんだよ。あ、そスバウの家に急に妖精に人になったんだよ。ボタンキュン責任を取らなくては。そうだよ、本当だよ。俺を妖精にしやがって。なんでお前逆切れになるんだよ。おかしいだろ。何なんだよ。もう一口、はい、じゃあ一口ルーナの口に入っちゃうが2つも入るです。はい、あーって言って、あーって言って。あー、まだハイチュウ食ってんじゃん。あー、はい、ルーナさんはすごく幸せそうです。おいしい、ルーナちゃん。ルーナちゃんは満足のための笑みでニコニコしながら食べています。スバルは硬直しております。ぼったちしております。表情にしても硬直しているスバル。ぼったちって言うな。ぼったち、スバルぼったちしてます。